いつも楽しいこと、素敵なことを発見する、ようちゃんこと大道洋一が、美和館社員一の食いしん坊、万栄翔とともに、人、景色、食材、その地域独特の珍を探して歩く放浪記、万ちゃんようちゃんのさすらい珍道中。バンちゃんようちゃんのさすらい珍道中ということでですね、まずこのコーナーを作ってくれてるこの2人のプロフィールをちょっと見てみたいと思います。こちらですね、もうええよこれ、どっちもマニアやよ。マニアとマニアが珍を探す旅に出るということなんですけども、実はですね、前回放送して大反響で、メールが届いておりますのでね、ちょっと紹介したいと思うんですけども、草津市のタクちゃんさんからいただきました。新コーナーのさすらい珍道中、めっちゃ面白かったです。ずっと草津に住んでましたけど、知られざる珍があるもんなんですね、はいはいはい、これからも地元民も知らないような珍ネタを楽しみにしていますといただいております。珍ネタいうのもね、はいはい、続きまして大津市のマリメッコさんから、美和館ファン歴の長い私ですが、あんなに輝いてるバンちゃんは初めて見た気がします。そんなに楽しんでます。確かにバン君が生き生きしてますね。次回からお二人の珍コミが深夜のお笑いを届けてくれるのを期待していますということでいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今回、お二人が、珍を探しに向かったスポットはこちらですね、京阪坂本駅周辺でございます。いいとこよね、はい、ここ思い入れのある地なんですね、はい、ちょっと私思い出の地でして、ちょっと思い出を掘り起こしながら珍を発見してまいりました。さあ2人は坂本でどんな珍を発見したんでしょうか。こういう穴積みを、はい、バン君は、はい、用意書がいっぱいありますしね、はい、あと全国に散っていたね、こう有名な穴積みっていうね、水はけのいい、はい、石組みっていうのがね、ここ発祥ということで、はい、早くもめちゃ元気になってきてこの街並みが全部あの地味なんですよね。そうなんですね、もうずっとあの言ってたんちゃうよ、ずっと言ってます、ね、あのロケの最中もユウさんいい品種やりやすいわ言うて言うてました。伸び伸び楽しくやったって。それじゃあ、はいはい、それじゃあバンちゃんようちゃんのさすらい珍道中、どうぞ。出たはい、さあ、ワンちゃん、ヨウちゃんのさすらい珍道中ということで、本日は、京阪坂本駅にやってまいりました。ワンちゃん、何ですかまあまあ、坂本といえばね、どういうことですか、いい山城もいっぱいあるということで、はい、どっか行ってもいいのかなと思って、もう昨日からワクワクして、ちょっと気なばるの格好ですけどね。でも、バンさんのマニアックな匂いがもう早くもしておりますけども、はい、じゃあ今日も、はい、徐々に行きましょうか、行きましょうか、はい、20年ぶりぐらいに来るんですけど、やっぱりこう変わった店もあれば、この辺僕ね、何か所かね、お蕎麦をね、食べに来たことが何回かありますよ。それか蕎麦、それか蕎麦、はい、これ何ですかね、豪州、豪州、これ多分豪州温度とかの豪州とかけてるよね、オーストラリアの形してるとかそういうことじゃない。なるほど、風でもうビュンビュン、ほんまやね、今日ちょっと風強かった、風強かった、あれ置いてあるだけなんで風でビュンビュン、豪州ありますってこういっぱい書いてあったって、あ、ここにもあります。気になって入ってみたんですけど、はい、はい、近江の国は豪州という、あ、かわいいね、ね、名前がついてますよね。格子温度とかありますね。そうですね、うん、バンちゃん当たってるやん。そうやん、シュークリームも、まあ、上がると美味しく食べていただけるので格子を合わせました。これすっごい、これ古い、なんか見たことない機械ですよ。ちょっとこれはね、私の師匠が使ってたんで、もう30年、40年くらいになると思いますね。甲州もこれで、はいはいはい、おー、それはぜひ食べてみたいと思います。サルヤですよ、ここにサルヤ、サルヤのシュークリームでございます。甲州っていうのをね、はい、クリームいっぱい。どうですか、バンちゃん。皮とかまでね、甘みがあってね、サクサクしてる。通常生地もう少し一般的に薄いんですが、私とこのは少し
練りを利かして厚めにしております。あ、まあ、美味しいから分厚くてもね、このちょっとクリームと混ざって、香ばしさと、あのお腹にもたれなくて、あっさりと、大きさもちゃんと食べやすいサイズだね。豪州を味わった二人は次の珍を求めて石積みの町を歩く。あ、いいね、やっぱりこれはね、ずっとあるけども、こういうところまでね、石垣を模したデザインにしてある石積みの町。あ、そう、ここね、ところでここ西洋軒さんっていうパン屋さんなんですけど、僕、中学校の時によく行ってたとこなんですよ。20年ぶりにあの来て、はい、でまだこういうところまで石積みをしてるね。あの州ここまで石積みということですからね。これはチンですね。はい、はい、チンいただきました。ジャンクさんなっとるよね。ヨウちゃん何が好きだったの？いや、もう僕クリームパンばかり食べました。クリームパンもカスタードクリームパン、いいね、クリームパンの表に出ていた石積みのパンっていうのが、これ押してるね。坂本はあの石積みで有名な町なんですけれども、はい、あのこのまあ上の部分のゴツゴツとした 石積みのイメージを出すのに、あの黒い石があのブドウ で、はい、であの白い石をくるみで表現して、あのこちら作らさせていただいてます。はい、ちょっといただきましょうか、石積みパン。はい、はい、ありがとうございます。はい、いただきます。うん、美味しいわ。くるみとめっちゃ美味しい。これ中にこれあんこですね。なんか、石積み、石積みだらけだね。ですね。中学校の時はもうなんか何も考えんと見てたけど、ちんな気がしてきました。この近くにね、織田信長が近江で城を築いて、その権力を見せつけるためにね、あの琵琶湖側だけ石垣を引いたというね、いい城跡があるんですよ。またあの次の休みに一人で行ってきてなんで。はい、宇佐山にやってまいりました。はい、ばんちゃん、一体ここ何なんですか？森ですよ、ただの。やっぱりね、石垣、石垣と来てますからね、ちょっと最後は、石垣を見て締めようじゃないですか。わかりました。はい、宇佐山城、はい、攻めに行きましょうか。行きましょうか。はい、じゃあ行きます。行きます。すごいよ、これ。宇佐山城はね、浅井朝倉が入ってた時こんなとこなくなく結局落とせなかったし、山城の形としてはベストの形ですけど、ベストオブジャムだ。ベストオブジャムだ。ずっとうんちが引っかかる。こんなとこ行くの？これ道なんですか？やばいよ。これ危ないな。石垣があるんですよ、その横に。バンちゃんがめっちゃ元気。ここが宇佐山城で一番の見どころであります。はい、石垣群ですね。あんのこんなとこ。すごい。これを見に全国の城マニアたちは来るんです。これを見に、これを見に。感動した。言葉が出てる。ほんなら本丸の後に行ってみましょうか。あ、本丸もあんま見てない。あんま見てない。到着しましたよ。これが一番上ですか？ここがね、本丸があった場所と言われてましてね。はいはい、ここ335メートル。あ、で、この本丸跡にテレビ局の電波塔があるというのがチンです。はい、顔チンでしょ。あ、こんな助けられました。なるほど。じゃあ、はい、宇佐山城、制覇しました。制覇しました。地位を求めるさすらいは続く。さすらい続くんかい、これ。いやー、面白いね。さあ、今日は VTR に登場した石垣のお菓子、スタジオに持ってきてもらいました。さあ、食べてますが、どうですか、味は。坂本サリアさんの坂本タルトと、パン工房西洋軒さんの石積みのパンですね。どうですか？すごいアーモンドの甘さと、あと下のクッキー地のサクサク感がすごいいいハーモニーです。見た目もいいやろ、これ。これ可愛いです。面白い。その上にはクッキーみたいな、クッキーっぽいが入ってて、その中はもうパンのもちもち感で、あとあんこの、もうなんか甘みが。すごい。あのあんこは季節によって入れるあんこを変えられる。変えられる。今ウグイスさんですね。ちょっとね、おさらいしておきましょうか。今日のね、こちらです。
3つね、合衆、うん、はい、面白いね、石積みのパン、やっぱり城攻めって大変なんやな、はい、そうですよ、うさ、うさやま城行ってきましたよ、あああの日結構寒かったんですけど寒かったけど、バンさん汗だくなってましたよ楽しかったですさあ、それでは皆さんに、チームを評価していただきましょうか。今回の彼らのロケいかがでしたでしょうか。せーの、ドン、お、中チン、小チン、大チン、大チン、分かれましたね。ね、大輔くんが厳しいね。あ、まあやっぱりまだまだ僕のコーナーに届いてないけど。厳しい。さっき MC 用になる言うたりました。山下さん、はい、面白かった。いや、石積みすごいな。滋賀の石積みってそんなすごいんやった。そのなんかあれが踊り気がありましたね。あ、確かにそれが新しい発見あったかもしれない。楽しいもんだね、はい、そうです、そうです。昔からあそこ通ってたんですが、あれがあんな珍しいもんやとはもう何も知らなかった、ね、改めて知らされました。ようちゃん、で、今回VTR に入らへんかった、はい、こぼれチンがあるから、そうなんです。 VTR あ、ちょっと待って、でもそう、 VTR に入りきなかった部分をこぼれ落ちたチンということで、はい、こぼれ落ちんということで、こぼれ落ちん、ちょっと紹介したいんですけども、まあちょっとこれ、まあ思い出のね、うん、ですけど、はい、僕たちが見つけたのはこちらなんですけど、はい、いや、むっちゃ似てたよ、はい、うん、まあちょっと似てるんちゃうかなって、あ、若干似てますね。わかりました、ありがとうございます。 CM とは大ちゃんの帯クラスターポッキー、今回も大ちゃんの知識欲が止まりません。